疲れ様。まだ帰れないの？その日のうちにできることを翌日に持ち越したくないタイプなの。奇遇だね。僕と一緒だ。アテナリゾートの件ですか？なかなかうまくいかなくて。あ、お腹空かない？前も言いましたよね、私は同じファームの。出前でも取ろっか。え？あ、それなら私いいの知ってます。普通のレストランなんで取りに行かなきゃいけないんですけど、結構本格的なイタリアンで。おお、いいねそれ。じゃあ今行ってきちゃいます。適当に注文したの。うん、任せる。お、大丈夫？大丈夫です。